フレンチクオーター内のロイヤルストリートの風景ロイヤルストリートとはアメリカ合衆国ルイジアナ州ニューオーリンズの通りの名称である。ニューオーリンズでも最も古い通りの一つであり、その歴史はフランスの植民地時代にまで遡る。通りはカナルストリートとの接点から始まっている。ミシシッピ川と並行する形でフレンチクオーターを横切り、フォーバーグ、マリニー地域、 バイウォーター地域、ロワー,ーナインスワードのジャクソン弊社のそばを通り、セントバーナード軍の境界線まで続いている。バイウォーター地区とロワー,ーナインスワードの間は、工業水路によって、通りは、途切れている。なお、通りの開始点のカナルストリートを隔てた向かい側は、セントチャールズアベニューになっている。セントチャールズは、ニューオーリンズの中心業務地区を走り、アップタウン方面へ抜けている。 ロイヤルストリートで最も有名な地域はフレンチクォーターのアッパーと呼ばれるカナルストリート寄りの地域で骨董品店、画廊が多く軒を連ねる。騒がしい歓楽街であるバーボンストリートから南側にわずか1ブロックしか離れていないにもかかわらずロイヤルストリートは整然と落ち着いた雰囲気を醸し出している。通り沿いの店に並べられた商品の多くは非常に高価であり、 ロイヤルストリートは世界でも有数の高価な商店街として知られている。高級な骨董品店に展示された品々は単に古いというだけでなく植民地時代の王家が所有していた芸術的な家具など貴重な品々を含んでいる。この通りを訪れるほとんどの人々にとってそれらの品々は手の届くものではない。しかし通りをウィンドウショッピングをすることは 観光客の楽しみの一つとなっている。ロイヤルストリートには予算に応じた多様なレベルのレストランも存在する。高級レストランで有名なのはブレナンズである。また、オムニロイヤルオーリンズ、ホテルモンテレオンといった高級ホテルもある。ジャクソンスクエアより下流方面では住宅、地元住民の通う商店が多くなっている。ロイヤルストリートは ミシシッピ川の堤防に近い高台に位置しているので、2005年のハリケーンカトリーナによる死の被害にもかかわらず、ロワーアナインスワードを除いて大きな水害から免れた。多くの場合、浸水は車道部分に止まり、歩道を呼び、店舗のほとんどは浸水はしていない。ハリケーンの後、フレンチクオータンの大部分で大きな略奪は起こらず、ロイヤルストリートの骨董品店も、 略奪の被害はほとんどなかった。ありがとうございます。